ビダーは、アメリカ合衆国テキサス州オレンジ郡の都市。テキサス州南東部の週間高速道路10号線と、ファームとマーケットロード105号線が交わる地点に位置する。ビダー市周辺では過去、テキサス州ポートアーザー市とミズーリ州カンザースシティを結ぶテキサカナフォート、スミス鉄道の建設のための森林伐採が盛んに行われた。市の名前は、 ミラー・バイダー製材会社のオーナーで、キング・ビダーの祖父であった、材木賞、チャールズ・シェルトン・バイダーにちなむ。1909年までには、現在の市域周辺に郵便局が設置され、その4年後には、製材会社のトロッコ道が建設された。当時の住民はほぼすべて前日の製材会社で、働いていた。1924年には、原生林を求めていた同社が、 ビダー市のすぐ北側のレイクビュー市に移転したが、住民の少数はビダー市内に泊まり同社も1929年にビダー出張所を開設した。アメリカ国内で人種隔離政策が行われていた時代、ビダー市は日没後にはアフリカ系アメリカ人の立ち入りが禁じられたサンダウンタウンとして知られた。また、ごく最近までクークラックスクランの活動地として知られていた。 ビダーの地理座標は、北緯30度7分53秒、整形93度59分47秒、北緯30.13139度,度、整形93.99639度、30.13139-93.99639である。アメリカが衆国国勢調査局によると、ビダーの面積は10.6平方マイルであり、そのうち、 水面面積は零零点九パーセントである。二千年の国勢調査によると、ビガーの人口は一万千四百四十人であり、四千二百二十二世帯、三千百五十八家族が暮らしている。人口密度は千八十三人マイルであり、四千六百五十二個の住宅が四百四十点六個、スクエアマイルの密度で立っている。人種構成の内訳は、 白人が97.33%、アフリカ系が0.07%、ネイティブアメリカンが0.52%、アジア系が0.19%、パシフィックアイランダーが0.03%、その他の人種は0.66%、混合人種は1.21%、ヒスパニック系は3.49%であった。4222世帯のうち18歳未満の 子供を含むのは34.7%であり56.3%は既婚世帯であった。13.4%の世帯では夫がいない女性が世帯主で25.2%は血縁、法的関係にない者同士か単身の世帯であった。22.0%は単身世帯であり。 10.3%の世帯は65歳以上のものによる単身世帯であった。平均的な世帯人数は2.66人であり、平均的な家族人数は3.09人であった。人口のうち18歳未満のものが26.7%、18歳から24歳のものが9.9%、25歳から44歳のものが27.4%、 45歳から64歳までのものが21.9%、65歳以上のものは14.1%を占めた。年齢注意数は35歳であり、女性100人に対する男性の割合は91.5人であった。18歳以上の女性100人に対する同男性の割合は87.1人であった。 世帯収入の中央値は 31,982US ドル。家族収入の中央値 37,572US ドルであった。男性の収入の中央値は 35,781US ドル。女性の収入の中央値は 21,054US ドルであり、ビダー市民1人あたりの収入は 15,381US ドルであった。 およそ10.7%の家族と14.5%の人口は貧困線以下の生活を送っている。年齢別の貧困率は18歳未満が19.5%、65歳以上が8.9%であった。ビダー市の教育はオレンジ群の中で最大規模のビダー独立学区によって運営されている。市民の大学教育の一端は近隣のボーモント市にある。 ラマー大学が担っている。ありがとうございます。